ブラボーブラボーソーセージスマリンプラッツ来てますね。もう一回来てます。ちょっと今日は僕はリモア買いに来ましたとうとうリモアを買う。え、この辺にあると思うね。あった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 、ここにあった、ここにあった、リモア、ここにあった、ほらリモアのショップに来ました。なんかちょっと今いっぱいだから待ってくださいって言われました。見てください、これリモアのショップですよ。今から買います。クールドックスジョエルです、ドイツミュンヘンにいます。ドイツ料理のレストランに入りました。すいません、リモアの話また後で、多分動画の中でやってると思いますが、今レストランに入りました。レストラン入らないって言ってたのに、やっぱちょっと1回ぐらいはちょっとね食べないとと思って、せっかく来てるからミュンヘンに、それにほら誰かと次に来た時に紹介できないじゃないですか、こういうレストランでこういう食べ物ありますよって言えないから、やっぱりちょっとね一応1回ぐらいはレストラン行っとかないとダメかなと思って入りました。やっぱりはい、料理来ました。僕ね、あのね、全部まとめて一緒に一度にね来ないと嫌なんですよ。なんかほらサラダとか前菜とかこうスープとか全部分けてくると途中でお腹いっぱいになって、メインディッシュ食べるときにねもうお腹いっぱいになるんですよ。だから全部まとめて持ってきてくださいっていつも必ず言うんですね、どこの国に行っても。だからこれ全部一緒にいっぺんに来ました。これ 牛じゃない、あのね豚のげんこつですよ。すごいうまいし、すごい大変な量で、これね大きいんですよ。で全部は食べれませんでした。これね下にね温めてもらってます。ここ見てください、ほら料理が冷めないようにほらろうそくでこう温めてくれてます。それで料理でお腹いっぱいになったんですけど、一応デザートも頼んで、今まで頼んだことのない、このお店で頼んだことのないやつ頼みましたが、これねアップルパイだったんですよ。なんかなんていうかな、ほらアップルパイって書いてなかったんですよね。シェフのおすすめみたいな感じでしか書いてなかったからわからなかったんですが、僕アップルパイあんま好きじゃないんですよね。いつかほら女性と来た時にここにはこういう食べ物があるんだよとか言って言いたいじゃないですか。だからやっぱね一応リサーチしとこうかなと思って行ったんですけど、いつ女性と来るのかわかんないんですけど、多分死んでから来るんじゃないですかね永遠に来れないみたいな。まあそのいつか来る時のことをまあ願って、まあね今回もこのお店に来ました。ここもうとても有名なドイツ料理のレストランですよ。ミュンヘンではもう一番ナンバーワンの人気のレストランです。もうね広大な広さがありますよ。これねだからその庁舎の市の庁舎のミュンヘンの市の庁舎の地下にあるところなんですよ。でマリエンプラッツのだからもうそこにその場所にありますよ。マリエンプラッツにあるお店です。すごいいいお店ですよ。で味もやっぱりねすごいうまい、だからやっぱ大人気なんですよね。前回来た時もここに来て今回も来ました。多分来月またミュンヘンに行きますので、また来月もここに来ると思います。わーお、すげー、うわこの女性すげー綺麗だな。何この人、モデルかな。ラーツケラー、ラーツケラーまた行ってしまいました。なんかねあそこで歌ってるんですよ、ほらここで。これ生で歌ってますからね。何言ってるか全然わかんないけど、もうねすごいから、もうあまりにも美しすぎる全部が。そうで綺麗なだけじゃなくて、ちょっとねものすごい人、まあそりゃそうですよね、人がすごいから。それでうーわこれすごい、ちょっとこれものすごいから人が。それでね
なんかね、もうちょっと言わなきゃいけないことがありますよね。ちょっと待って、食べてしまった。昨日あの何食べないって言ってたのに、舌の根が乾かないうちにっていうか、もう舌の根がまだびちゃびちゃのうちに食べましたね。ラーツケラーで食べた。すごいうまかったけど、もうお腹いっぱいになりすぎた。あのね、あの何、あのポークのげんこつってやつ、あれすげえ量なんですよ。あれ量がちょっとね多すぎる、マジで。ちょっともう無理だ、あれ1個でね、もうお腹いっぱいになるんですよ。結局半分ぐらいしか食べれなかった。半分ぐらいしか食べてないけど、それでももうお腹いっぱいになりすぎて苦しい、本当に。そしてなんかもうスイーツまで食べてしまった。もうもうなんていうか、なんてダメな人間なんだろうかみたいな。もう本当にか、もうまたトイレ行きたくなった。どうしよう。だから先月ね、先月の動画ご覧になっていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、だからあそこ、その同じレストランラーツケラーですよ、あそこで食べてお腹いっぱいになりすぎて、なんか今みたいな雰囲気でしたよ。なんか腹いっぱいだなと思いながら、今みたいな雰囲気の時にちょうど電車に乗ったんですよ。そしたらね、どれくらいだったっけ、もう10分か20分かわかんないけど、電車に乗ってたらもうね、トイレ行きたくて、もう全然もう我慢できなくなったんですよ。まあご覧になってください。とにかくもう仕方なく飛び降りて、駅、全然知らない駅で飛び降りて、初めて来た時ですよ。今はもうね、何往復も2回目だし、ミュンヘンが。でそのもう毎日っていうか、まあ、2日しか来てませんが、そのもう同じルートで来てるから、電車、バスと電車で、だからもう分かってるわけですよ、大体。だからまあまあまあ、なんかね、土地勘っていうか、大体この辺からこの辺がこの辺がなみたいなのあるからいいんですけど、その時初めて来た時にわけわかんないですよ。で突然もう飛び降りて、そしてもう真っ暗で、もう何もない無人駅で、出て駅のホームからそのまま外に出れるんですから、そのままなんか原っぱみたいなところに出れるんですよ、ホームから。信じられないですよね。改札とか何もない、ホームからそのまま外にっていうか、なんか原っぱに行けるんですから。それでまあね、その動画ご覧になった方は分かると思うんですけど、結局そのケバブの店に飛び込んで、そこでトイレ借りましたよ。もう本当に死ぬかと思った。トラムが動いてますね。ああマジ死ぬかと思った、あの時。本当に大丈夫、死ぬかと思ったから、マジで、もうマジで死ぬと思った。マックスマーラーがある、あれここ有名ブランド集まってんじゃないの的な。ああもう絶対そうだ、左側にマックスマーラーありますね。見えますか、見えないかな。真ん中通っていこうかな、この通りの真ん中を通っていこう。もう完全にクリスマス一色、マックスマーラーあります、ほら見える、マックスマーラー、イタリアのブランドですね。すげえだからもうこの辺がもう市の中心部ですよね。で、あ、アルマーニある、エンポリオだけど、エンポリオ、ジョルジョアルマニじゃないけど、それで何の話だっけ、今何の話したっけ、そうそうそう、だからトイレを借りて大変な目に遭ったということですよ。だからもうね、あの恐怖、もう俺マジで、もうあの時のあの恐怖、本当に死ぬと思ったんだから、100% 漏れる、
もう本当に漏れるのをものすごく我慢して、もう本当にもうあんな目に二度と会いたくないんですよ。だからもうね、そんなにね、お腹いっぱいにもうなんかもうバカみたいにお腹いっぱいに食べるのもうやめようと思ったんですよ。でも今結構腹2杯ぐらいになってますからね。腹いっぱいの2倍、腹2杯になってますよ。ちょっと待って、なんかどんどん暗くなってきてる。ちょっと待って、暗い、こっち、ちょっと向こう違うところに行こう。それでだから昨日から結局ね、もう僕は56歳ですよ。もうシワシワだから、マスクメロンにのようになっていて、バーバリーあります、マスクメロンになっててあ、ここ、この間でか、そう、先月来た。わ、すげえ綺麗だな。わ、ここ通り、ここに行こう。うわ、プラダがすげえ、うわ、この右のこのお店、すげえ、レストランかな、すげえ綺麗だな、これ。ああ、なんかあれだ、ビアホールだ。すげえ綺麗。ちょっと待って、このプラダ見てください、ほら。プラダすげえ綺麗だから。これ上まで全部プラダなのかな、この建物すげー全部プラダ、すごくないこれ。あ、こっちがティファニー、うわすげー、見て、こっちが全部ティファニー、全部ティファニーです、全部ティファニー、全部ティファニーもいいわ。なんかティファニーっていいですよね、なんかね、名前がなんかいいわ、ティファニーって。なんか可愛くてチャーミングなこの感じ、なんか歌ってる、ティファニーって名前がいいわ、本当にティファニーはいいわなんかね、名前がいい、もうしつこいかな、名前がなんか可愛くてチャーミングでおしゃれでいいわ。よし、sorry、劇場だここ、見てくださいほら。今この車もそうメルセデスだけど、このタクシー全部メルセデスですよ。全部かどうか分かんないけど、ほぼメルセデス。あのね、まあ、ドイツだからっていうのはありますけど、これトヨタ車だ、トヨタ車だった。何今全部メルセデスって言ったその瞬間にトヨタ車だ。何これ、いや、なんで、あ、これテスラだ、全然ドイツ車じゃねえ。いや、どこの国でも結構ね、だいたいね、車ってね、いろんな国の車種がねあるんですよ、どこの国も。そのうわすげえ綺麗だわこの通り、すげえ好きだわここ。右がシャネルですよ、右がシャネル、何なんて、うわもうおしゃれな通りだなここ。くそ、吠えないで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 、チワワ、なんかチワワの雑種かな、なんか丸カラーのチワワ。もう何の話してるか全然わからなくなってきた。あ、そうそう、だからどこの国にいても結局車っていろんな国の車、もうトヨタ車、トヨタ、日産はもう、三菱はもうほぼある、どこの国にもっていう感じなんですよ。アスバルもある、あともうメルセデスと BM とワーゲンと、もう世界中どこもありますよ。だけどドイツだからなんかドイツ車が多いのかなと思ったわけですよ。日本ってだって日本車が多いじゃないですか、日本っていう国は。日本車ばっかりじゃないけど、なんかほぼ日本車じゃないですか。だからそんな感じで、ドイツだからドイツ車、本当ね、ドイツってね結構っていうか、もうほとんどドイツ車ですよ。さっきトヨタあったけど、だから車がなんか、なんていうかな、優秀な車メーカーがある国っていうのはその国の車が多いのかなって思ってました。韓国もヒュンダイばっかり、韓国は本当にもう日本車全然なかったですからね、びっくりした。あー、この通りおしゃれですごい落ち着くわ。ベルサーチがある左、ドルチェ&ガッパーナだ。それでなんだっけ、あ、そうそう、だからもう食べた、あー食べちゃった、すげー食った、
ほんで最後のスイーツは、うわなんだここ、すげえ綺麗だな。最後のスイーツはすげえ綺麗だけど、ちょっと入ってみよう。最後のスイーツね、あれアップルパイでしたよ。アイスクリームにしとけばよかった。なんか今日は違うの食べてみようと思ったら全然嫌だった。何これ、ほら見てください、なんかすごい綺麗な、ほらすげえ綺麗なところですよ。なんか言ってる、ダダダダって。あれ通りがなかった、こっちには。よし帰ろう。なんか中庭みたいになってんだ。糖質制限、糖質を制限しています。なのに、はあ、全く糖質だらけの食事をして、しかも腹2杯になっている。大丈夫だろうか。グッチだ、左グッチありますね。君を抱いていいの、好きになってもいいの。突然ですがなんで急に歌を歌っているんだろうか。あのね、もういい、だから今歩いてるわけですよ。エネルギーを消費しようと思って。くさっ、くせ、もうなんでこんなどこもかしこも臭いんだろうか。海外に来ると嫌だマジで。もうなんでこんなどこもかしこも臭い、こんなおしゃれスポットなのになんで臭いんでしょうね。なんか言ってる、あれがあなたの好きな場所。あ、ブルガリだ。ブルガリ見ますか。一応見るかな。ブルガリほら、港が寄せぼんこだかい。ちょっと待ってね皆さん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、行きますよ行きますよ。よいしょ。あ、ロロピアーナだ、左。うわ、もうずっと世界の有名ブランドが目白押し。それで何だって。そう、それでリモアに行ったじゃないですか。そう、リモアの話しなきゃいけない。リモアさっき言ってましたよね。そしたらね、僕が買いたいやつが35万円、35万円ですよ。スーツケース荷物を入れて飛行機に乗るだけの、その荷物を入れるスーツケースが35万円ですよ。しかもドイツ製のリモアだから、ドイツのメーカーですよリモアって。それなのに35万ということは、日本で買ったら50万ぐらいするんじゃないだろうか、あれ。もうで今ほら円安だから、もう高い、もう馬鹿げてると思って、なんかもう2000ユーロって言われて、えっって言って、嘘でしょって言って、マジでって言って、ちょっと汗が出てきて、なんかもう動揺、俺はすぐ動揺するんだぞかなんか言って、俺はすぐ動揺するんだから動揺させるんじゃねえとか言ってちょっと考えさせてとか言って出てきた。もういやね、犬の仕事を辞める前だったら買ってた。だけど犬の仕事を辞めた今、もう収入が入ってきてない。あ、ジョルジョ・アルマーニだ。これ左ジョルジョ・アルマーニ。そんな大きな声で言わなくてもいいんだけど、いやさっきエンポリオしかないって言ってたから、ジョルジョ・アルマーニ、これ左側、これジョルジョ・アルマーニですよ。見てみる、見えますか。だからなんだってディオールだ。まあいいか、いちいちブランド名をずっと言わなくても。あの何、その何うわ、ディオールもいいわ。あの何だったっけ、ちょっともうわかんない、何の話だっけ。なんてもう途中で違うこと言うとわかんなくなるんですよね。うわ
バレンチノだ、バレンチノだ、バレンチノだ。ちみ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 。見てこのバレンチノのこのキラキラ感。バレンチノのキラキラ感いいわ。これ見てこの、このバレンチノのキラキラ感。よーし。いつか買えるようになってやるから見とけよ、マジで。35万円のリモは買えなかったくせにバレンチノのキラキラを買おうとしているそうだからスーツケースでね35万とか50万とかちょっと高すぎる今の僕にはだからやめた。そして汗が出てきた。2000ユーロって聞いた瞬間に嘘マジでって言ってなんか汗が出てきてちょっとあのパスポート持ってきてないからタックスフリーできないんだよねとか言って、あのねパスポートがあるとあのほらあの何税金が免除されるわけですよ。免税だから税金を免除されてタックスが返ってくるわけですよ、カルティエ。それでもう何ずっとそれでって言ってるの。なんかね違うこと考えるとね忘れるんですよ、話してることを。もうだっておじいさんなんだから56歳、独身カニ座。もうどうにかしてくれこの人生本当に。もうクリスマスなのにまたクリスマスイブ一人ですよ。もう何回クリスマス一人かもう分かんない、もう覚えてない。クリスマス女性と過ごしたことなんてもうないんじゃないかな、生まれて一回も多分。もうなんかもう覚えてない全然。多分18億年ぐらい一人だから。そう、犬の輸入の仕事してるときは買えたけどもう買えない、もうやめたから。だから株で生きていかなきゃいけない。そう、その初年度だからもう全然だって犬の収入をストップしてるんだから。そうだから汗が出てきてなんかもう動揺、金額に動揺している金額を聞いてビビった。ものすごくあからさまに金額を聞いてビビっている状態になってしまって、なんかもう恥ずかしい。店員に金額言ったらビビってるこの人みたいな。はいそうですみたいなね。それでパスポートだから、あそうそうだからパスポートを持ってきてなかったから、ちょっとごめんタックスフリーできないから明日にしたらとか言われて、そのなんかまあ店員も気使ってくれてたんでしょうね。明日にしたらパスポート持ってないんだったらとか言って、明日また来たらとか言って、多分明日も来れないんでしょうねこの人みたいな感じでだって明日もう帰るから東京に、明日出発、東京出発。なんかすげえビール飲んでるみんな。ああビールやめたんだよな、ビールぐらい飲みたいわ。すげえ街が綺麗だな。そういえば今ゴミ袋持ってた人いましたよね。これ結局ね僕ねすげえ思うんですけど、日本人のあのサッカーの応援で日本人がゴミ拾いするでしょ、袋持って行って、ゴミ袋持って行って、あれがなんかねいい影響を世界に及ぼしてると思いますよ本当に。あのサッカーの日本代表のサポーターすげえ素晴らしいわマジで。だってアメリカもすごい綺麗になってるし、ヨーロッパすっげえ綺麗になってますよ本当に。びっくりした。だからそんなことね今までなかったんです。ものすげえ汚かったから、街中ゴミ箱みたいだった本当に。もうどこの国に行ってもですよ。それがね街にゴミが落ちてない。そういえばこの人は路上に座っている、路上に座っている人いますよね。ねまたねあれですよ、そのほら来月今度は2024年、アンティークかな、あれアンティークだ、アンティークだ、アンティークだ。ちょっと見てよこれ、見てみよう、アンティーク、これ見てください、ヨーロッパのアンティーク。ほら本物かな。ここはどこだっけ、ドイツだ。ああドイツだったらアンティーク本物かもしれないですね。ヨーロッパのほらアンティーク
ただ偽物があるからアンティークは、まあその日本もそうですよね、骨董品ってね偽物があるから分かんないんですよね、分かんないんですよねっていうか、僕は別に偽物だろうと本物だろうと買えないんですけどなんか本物だったら買うみたいな雰囲気を今醸し出してましたが、別に本物であっても買えない。だけどつまりもう犬の仕事を辞めて株だけで生きていくって言って今やってるわけですよ。でもね、僕の株取引って別にデイトレードじゃないから、その1日の中で毎日毎日この売り買いするようなトレードじゃないわけですよ。1年に1回か2回ぐらいしか売ったり買ったりしないわけですよ、長期トレードだから。だから結局何も やることないないんですけど、もちろんそのほら毎日見てますよ、株価は、株価の動きは見てますが、でも別に売り買いしてだから今日いくら儲かったとかね、そういうやつじゃないから。だからほら農家の収穫みたいに野菜ができて収穫があったら収入があるみたいな感じ。そうだからその株価がね上がったら売りますよ、そして収穫がありますよ、収穫がありますというか、まあ、収穫があってそれを販売してお金に換えることができますっていうやつだから、その株価が上がらなければずっと収入がないわけですよ。ただあの折れ線グラフみたいなチャートをずっと毎日眺めているだけ、わかりますか。だから今日いくら儲かったとかね、今日いくら増えたとかいう風にどんどん増えていくんだったらね、まあ少しは買えると思うんですけど、1年に1回か2回しか収入が入らないから、その代わり10億とか入ってきますよ、うまくいけばね。うまくいかなければ何年でもマイナス、何年でもマイナス、何年でもマイナス人生、何年でもマイナス人生ですからね。そうなってくると、だからそこがちょっと怖い。だからそれをちょっと今それをやってるから、35万円のリモワのスーツケース買えませんでした。キラ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 、あ、すげえキラキラだ。こっちもすげえキラキラ。あ、こっち入っていくかな。そうだからリモワも買えなかったし、糖質制限をしているからレストランに入らないって言ってたのにレストランに入ったし、またお腹いっぱいになって死にそうなぐらい、お腹いっぱい、死にそうなぐらいではない、死にそうなぐらいではないけど腹2杯ぐらいにはなっている。だからトイレに行きたくなるのが怖い。ちょっと明日の朝をもうちょっと東京に帰らなきゃいけないから、あのちょっと帰る。今もう夕方何時、6時7時ぐらい、ちょっと帰ろうかな、ホテルに帰ります。あと何も話すことなかったっけ。結構気温は低い、そうでも低いって言ってもどれぐらいかな、5度ぐらい、10度ぐらいかな、分かんないけどそこまで低くない、氷点下ではない、絶対に10度から5度の間ぐらいかな、この感じは。教会の鐘が鳴っています。それでね、大体ね、あのね、井戸を僕は覚えてるんですよ、お利口さんだから。すげえ自分でお利口さんとか言うとまた怒られるんだよな、自分でモテるとか言っても怒られるし、とにかく自分をなんかね素晴らしいような感じで言うとすっげえ怒られるんですよ。まあ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 、わかるわかる、まあまあ聞きたくないみたいなね。井戸を大体じゃない、明確に覚えているんです。札幌が北緯43度なんですよ、で稚内が北緯45度なんですよ。つまり43度 あの札幌、45度の稚内よりも緯度が高いとそれより数字が大きくなるわけですよ。でミュンヘンは48度なんですね、北緯48度、だから稚内よりも北にあるわけですよ、緯度的には。だからそれをいつも踏まえて
あのヨーロッパ特に行きますね。どれくらいなんだろうかみたいな感じで、だから札幌よりもどれくらい北にあるんだろうかとかね、稚内よりどれくらい北にあるんだろうかとかね、いうのを分かるためにいつもあのそれをというのはその緯度を見て確認しています。ああ今なんかうってなった、食べ過ぎでうってなった。今もう糖質制限で太りすぎとか痩せなきゃいけないとか、56歳でシワシワで土佐犬みたいになって、なんかうわすげえ赤と緑のほらあの何土佐犬みたいになって、眉間には深い溝ができていて、額はグランドキャニオンみたいになってるとかね、昨日言ってたじゃないですか動画で。もう溝がもう5メートルぐらいの溝が眉間にできてて、オプス、ソーリー、もう落ちたら出れませんよって言ってたんですよ。それなのに、そんな状態なのに、いやそんな状態じゃない、そのような状態だから、もうスーパーで買った変なソーセージしか食べないとか言って、絶対ラーツケラーに行かないって言ってたんですよ昨日。それなのにラーツケラーに行きました。死のそしてまたずっと一人、カップルだらけのこのクリスマスシーズンの夜にまた一人でずっとマジで一人ぼっち。あと何十年一人なんでしょうかね。何十年ってもう死にますよね。何十年も経ったらもう死ぬ本当に。てかもう死ぬんじゃない、このまま一人でずっと。うわすげえ綺麗だな。これね来た方がいいですよ皆さん。クリスマスシーズンのミュンヘン、12月に入ったら多分こうなってますよ。だから12月の僕が来たの17だったから、もう17の時はこうなってたから、やっぱりね分かんないけど、12月もう1日になったらこれになるのかな、分からないですけど、とにかくもう絶対来た方がいい。一回は本当にマジでもう絶対来た方がいいですよ、おすすめ。こんなに綺麗だった。でもう店がね山ほどあるんですよ。もう山ほど、本当に山ほどあるから、お店がもういろんなお店、もう本当いろんなとしか言いようがない。もういっぱいある、食べるものもいっぱいある。本当にもうワインもたくさん飲み放題ってただじゃないけど、ワインもたくさん飲めるし、なんか食べ物もたくさん食べれるし、これすごいからマジで本当に。ほら今手に持ってるでしょ、コーヒーみたいなのを、あのホットのなんか飲み物の中にワインが入ってますよ。ワインが入っている。いかん、今店員と目が合ったから行こう。もう店員と目が合うとすぐ話しかけられるから、もうそうすると長くなるんですよね。で、あんまりなんかもうね、でこれ動画で撮ってても何興味あんの、うちの店にってなるから、すぐおもちゃだ。とにかくもういろんなお店ありますよ本当に。これ絶対ね来た方がいいと思いますよ。一回は絶対来た方がいいマジで。これ本当素晴らしいから、素晴らしい。わ、なんか今お尻触られた、スリかな、スリにやられたかな、今なんかお尻触られた、スリにやられたかな、ちょっと待って、スリにやられたかも、ちょっと待って、ちょっと一回止める、ちょっと待って、ちょうどツリーの下だ、ツリーの下でスリにやられるみたいな、ちょっと待って、やられてなかった、スリにやられてなかった、だけど、なんかもう、ね、
なんかねって何？なんかねって何？とにかくスーパースペシャルに美しい、本当にもうとにかくもう僕はこれから20年間ぐらいは世界中を飛び回ります、活発に。で、犬の仕事辞めても活発に飛び回りますからね、世界中を。もうだから犬の仕事辞めて、犬の仕事じゃなくて世界中を飛び回るときはもう完全にこれはもう旅行ですよ。旅行で飛び回れるから、それはもうなんて素晴らしいんだろうか。もう仕事を考えずに、考えなくていいっていうその喜び、いやー素晴らしいわ。そうなったらやっぱね、犬の仕事で海外に来るとね、どうしてもね、もうね、頭の大部分を占めるわけですよ、その犬の仕事のことが。当たり前ですよね。だってちょっとなんか間違えると入国できないんですから、日本に。もう本当ちょっとなんか日付を間違えるとかね、書類の中の日付をちょっと間違えただけでダメなんですから。だから常にそのなんていうか、そちらに気持ちがいってるわけですよ。だからそれを考えずに、ただ旅行として海外に行けるようになったら、それはもうね、それはそれはもうめくるめく幸せな状態ですね、それは。よし、じゃあそろそろ帰りますね。帰ります。っていうかね、このカメラで撮影するのやめて、ちょっと一人で歩いてみます。ちょっと一人で歩きたい街を。カメラで撮影してるとどうしてもなんかね、集中できないんですよ、見るものに。それでは皆さん失礼します。